将軍。あそこの安全を確保して無線装置も設置したわ。それは素晴らしい。家と呼べる場所ができたら住民はそこを喜んで守ってくれるはずだ。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。ねえ、また別の居住地が救助を求めてきた。地図をマークしておく。可能な限りの支援が必要だ。ぜひとも助けてやってくれ。何か困りごとでも？一緒に来て。助けが必要よ。もちろんだ。ここの人たちは自分でもう何とかやっていけるだろう。あんたのおかげだ。たなびく旗をもう一度見られるなんて思ってもみなかった。この古いキャッスルが綺麗になるのか。おしゃべりできるかしら。あら、おしゃべりできるかしら。どうぞ。要件は？ロニー賞、連邦のミニツメンさ。少なくとも以前はそうだった。ジョー・ベッカーが自殺してアホどもが仕切り出す前の話だけど。ジョー・ベッカー？誰？嘆かわしい。ベッカー将軍はミニツメの本当のリーダーと呼べる最後の人だった。彼の死後、事態を収拾できるだけの根性と賢さを備えた者は残ってなかった。何の話をしに来たかまだ聞いてないけど。ミニツメを復活させようとしている人がいるって聞いて、その顔を見たくなったんだ。新しい将軍をね。あんたは何がしたいの？ミニツメの復活を人々が望んでるとでも？ミニッツメンは生まれ変わったわ。みんなそのことに気づき始めている。ちょっといい話を聞いたんだ。そうじゃなければここには来てない。ここに来て分かった、私の助けが必要なんだろう。経験を積んだ兵士は常に募集してる。確かにそうだね。でももっと具体的な目的があってここに来たんだ。キャッスルの西の砦に武器庫があったんだよ。このことを知ってるのは多分もう私だけだね。当時使っていた最高の軍需品がそこに。眠っている。武器、弾薬、設計図、何でもあるよ。案内するよ。連邦全域で異常なし。皆さんご無事で。よし、どうやら無事みたいだね。ドアは封鎖されてるし、砦は崩れてない。問題はどうやって入るかだ。僕はラジオフリーダムです。いい考えは？もちろんあるよ。通るのが無理なら回ればいい。北東の砦に行こう。え？物をいくつか交換してもいい？わかった。
ここは将軍の部屋だった。ここから武器庫に通じるトンネルがあった。おや、もうすでに除去したみたいだね。お疲れ様、行こうか。道がきっとあるはずだ。ここは暗いね。足元に気をつけて。ロニーは正しかったようだ。少なくとも正しい方向に向かっている。まだいるのかな。こんな暗闇であいつに出会ったら最悪だね。ちょっと待って、このパスワードは知ってたはず。陸路なら一つ。いや違うね。連邦のために。昔のことだから。団結すれば立ち。よし、こいつだな。それで何をするつもりなんだ。地雷があるわけが分かったね。これはかつてのマクガン将軍だ。私が入隊した時に将軍を務めていた人だよ。海から来たあの化け物がキャッスルを襲った時、ここに閉じ込められたんだね。だが武器庫を最後まで守り抜いてくれたみたいだ。お疲れ様。よかったら服をもらうといい。このじいさんにはもう必要ないからね。安らかに。戦いは終わり、ミニッツメンは生き続ける。40年も前。よし、着いたね。まだここから開けることができるか試してみよう。では行こうか。ここに連れてくるって言っただろ。何かいいものがあるかな。ミニッツメンのラジオ局が4時をお知らせします。ニュースがないのがいいニュース。皆さんの無事を祈ります。いいね、武器庫は無傷だ。欲しいものが何でも眠ってるよ。何よりも最高のお宝は大砲の設計図だ。
確かに砲撃ができればすごく心強い。昔はデスクローやスーパーミュータントに砲撃の雨を降らせてやったよ。爽快だったね。ミニツメのプレストンガービーだ。会えて嬉しいよ。君たちがいてくれたらまた安心できる。素晴らしい。助けが必要な時は言ってくれ。そのためにここにいるんだから。ああそうだね。本当に話せてよかった。お会いできてよかった。ラジオフリーダムが午後5時をお知らせします。報告なし。皆さんご無事で。こちらミニツメの声、ラジオフリーダム。報告なし。皆さんご無事で。すみません。必要なものは全部手に入れたみたいだね。大砲を設置したらすぐ狙いを調整しよう。
わかったよ。あら、ロニー。ああ、ここに大砲が復活するのは喜ばしいね。大砲について教えてやる。近距離攻撃は全くできないが、遠距離では絶大な力を発揮する。そのために必要なのがスモークグレネードさ。悪い奴らにグレネードを投げつけるんだ。大砲の射程内なら無線で確認して煙のあるところに狙いを定める。でも、まずは狙いを定めるためにテストをしようか。あそこにある小さな建物が見えるかい？あれを狙うんだ。無線はラジオフリーダムに合わせたままで。準備ができたら知らせて。持ち物をいくつか交換したいの。こちらラジオフリーダム。連邦全域に向けて終日放送中。今のところ報告なし。次の情報を待て。お聞きの曲はラジオフリーダムです。ニュースがないのがいいニュース。皆さんの無事を祈ります。あの標的を煙でマークして狙えるかどうかやってみる。ちょっと物を交換したい。お互いの仕事に専念しましょう。こちらラジオフリーダム。報告なし。皆さんの無事を祈ります。将軍、聞こえる？準備は OK。
スモークグレネードを標的がいるエリアに投げてくれ。テスト砲撃を始める。よし、スモークで標的を確認。多分外さないけど、一応下がっといて。うまくいったと思うけど、将軍様、これから砲撃のサポートを賢く使ってね。ね。わかった。何をすれば。将軍、さすがだな。おかげでミニッツメンも形勢逆転だ。ミニッツメンが砲撃を使える日がまた来るとは思ってもみなかった。居住地全部に設置して砲撃でカバーできる範囲を広げよう。そしてロニー・ショーが戻ってきた。彼女は大した弾だろう。ええ、彼女は間違いなく姉御気質ね。でも聞くところによると姉御どころじゃないらしいぞ。年寄り連中から彼女の話をいろいろと聞いたが、まさかまだ健在だとは知らなかった。彼女がまたミニッツメンに。それはつまり俺たちのやってることが正しいということだ。8時です。こちらミニッツメンの声、ラジオフリーダム。こちらラジオフリーダム。ニュースがないのがいいニュース。皆さんの無事を祈ります。
ちらミニッツメンの声、ラジオフリーダム。特に報告はなし。次の情報まで。こちらラジオフリーダム。連邦全域で異常なし。皆さんご無事で。日焼けしそうだな。これはダメだぞ。いつかこれを元通りに、いや前よりも良くする気がする。これから条件はきっと良くなる。ごきげんよう。え？
持ちこたえてくれ。ん？落ち着いて。きっとなんでもない。やるぞ！落ち着け。武器庫が元に戻っ。曲はラジオフリーダムです。報告なし、皆さんの無事を祈ります。特に報告はなし。ミニツメは警報を待て。